こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。今は1時半くらいですね。時間的には2時から今日はね、インスタライブをなると一緒にやろうっていう話をしてたので着替えてます。今日もね、洗濯する予定の服パジャマで掃除とかは一通りして、で洗濯機回してっていうことをやってました。はい。今日は20度まで気温が上がるっていう風な話で聞いてたんですけど、やっぱりね、外に出ないと家の中はやっぱり寒いので、寒いですね。というわけで長襦袢証券ですね。ずっとこの桜の襟つけてますね。もう散っちゃってるのかな、全然外に出てないからよくわからないんですけどね。とりあえず長襦袢は証券のぼかしの染めの長襦袢で、これはうさぎと桜のピンクの半襟をつけてます。はい。で、今日着る着物がこれですね。クルメガスリっていう名前で買った木綿のリサイクルの着物です。身丈がちょっとね短いので、おはしょりが出ないのかな、あんまりいい感じに出ないんですけど、まあいいかなっていう感じで日常着としてね着てます。あ、そうだ、下はね、これなんだっけ、無印の綿であったかインナーを着てます。これね、七分袖なんですよね。私手首が出るのがすっごく嫌なんですよ。服とかでも絶対このなんて言うんですか、手首のくるぶしのところ隠したいんですよ。すぐ冷えちゃうし、寒いから、ここ出てるだけで。だから本当はね、長袖のインナーが欲しいんですけど、綿でできたインナーで長袖のやつっていうのが無印なくって、なんで長袖作ってくんないかなね。XL サイズとかを買って試してみようかなっていうふうに思ったんですけど、あんまり持ち物増えるのも嫌なので、とりあえず今シーズン、まあもう冬も終わったんですけどはこれで我慢してきて、で来年以降もし長袖バージョンが出たらその時に買おうかなって思ってます。なのでね、無印さん長袖の V ネックのインナー、綿であったかいインナーを作ってください、お願いします。はい、そんな感じで謎のお願いから始まりました、この動画。このご時世ね、私となるちゃんはね、家がもう車で5分10分くらいの距離なんですよ。本当に車で行くなら近いけど、自転車とか徒歩ではちょっと行けないっていう距離なんですね。それぐらい家が近いんですけど、やっぱりね、特になるちゃん子供もいるし、お互いね、まあ旦那さん、向こうの旦那さんも働いてるし、うちの夫も働いてるし、私もね、まあ最近ちょっと授業減ってるけど働いてるから、どこで何をがどうなるかっていうのを考えるとね、やっぱり気軽に会おうっていう風にはできないよねっていう話を二人でしてて、やっぱ会えないとね寂しいんですよ彼氏かって感じですけどね。私はなるの彼氏かって感じなんですけど、毎日 LINE したり LINE で会話してると、リアルタイムですぐポンポンって返事が返ってくる感じでやってると目が疲れるから、携帯の画面見なきゃいけなくて、だからね、そういう時はすぐ電話かけて、もう普通に喋りながらね、2人で皿洗ったりとか掃除機かけたりとかしてるんですよ。もう同棲してるカップルかって感じの生活ですねまあそれくらいなるとは仲良くしてもらってるんですけど、そう、やっぱ直接会えないとね寂しいので、ライブっていう形ですけど、よいしょ、2人でね、ちょっと顔合わせておしゃべりしてっていう感じのをやりたいなって思ってます。どうやらやっぱり、まあ、私たち2人とも結構変わった人間なので、なんかね、2人で普通の会話をしてるだけでも見る人によっては面白いらしいんですよね。なので、まあなんかこんな時期ですけどね、面白いこと言えるか分かんないですけど、まあ、主婦2人が変わってる変わり者2人がなんか
楽しそうに喋ってるなみたいなので、ちょっとでも気分明るくなったらいいかなと思ってます。こんな感じでいいかな。おはしょりね、ちょっとしか出てないけど、この着物もね、ちゃんと打ち上げががっつり入ってる。どんぐらい入ってんだろう。結構入ってるね。前側結構入ってるから、私は全然お裁縫の知識ないから、これをあの解くっていうのはちょっと今はできない高等技術なんですけど、やろうと思えば長くなるってことですよね。まあ、ちょっとこことそれ以外の部分で焼けとか色の落ち具合が違ったりとかするかもしれないけど、ここってどうせ帯で隠れるから出してもいいな。いつか和裁を習いたいな。ちゃんとね、習ってできるようになりたいね。自分で着物直せたら最高だろうな。いろいろリサイクルで諦めてたあの子やこの子を自分のサイズにできたらいいだろうなと思いつつ、私は今それをやるとただの着物が反物すらですらなく、ただの布切れに変わってしまうので、さすがにそれはできないからね。よいしょ、な感じで。そう、以前私がね、証券の合わせの着物、紬の着物を洗いましたっていう動画をね、 YouTube に上げたんですけど、正直まあインスタでもそうですけど、 YouTube にそういう話を上げるのはちょっと迷ってはいたんですよね。決してやっぱりやっていいことじゃないというか、大きな声では言えないお話なのでね、やって、大きい声で言えることじゃないんです、ないのでと思ってたんですけどね。でも動画見てくださった方から、私はこういう風にお手入れしてるよとか、いろんなお話をね聞くことができて、あの皆さんのね着物に対する愛情をね、いろいろ聞くことができたので、ああよかったなって、あの動画作ってよかったなって思ってます。そしたら今日はライブするから、一応帯しようかな。どの帯するか全く考えてなかった。何しよう、ちょっと選んできますね。半幅帯リサイクルでね、いろいろ集めてたら結構な量になっちゃって、で選ぶのですごい迷っちゃいました。今日はね、この着物の色に合わせてこの帯にします。これは博多織の帯ですね。博多にしては珍しい柄だなって思って買ったんですけど、よいしょ。これをまた締めていきますか。確かに帯の裏にちょっと色移りがあって、それでなんかお安く譲っていただいたっていう子ですね。でも全然帯の裏側だし気にならないですね。なんかリバーシブルで帯とかってなんか使えるよみたいな感じで売ってるけど、なんか結局リバーシブらないこと多くないですかね。私だけかな。なんか両面使えるって言っても結局気に入ってる方しか使わないみたいなそんな感じですね。この子は裏地がちょっとこの格好だけど、こういうシルバーで一色なんですよね。これはこれで使いようによっては面白いのかもしれない。ただ私は使いこなせる自信がないから。着物って意外と無地ってないですよね。無地がないっていうか、柄が入ってるのが普通みたいな。色無地とかでも地紋が入ってる着物っていうのあんまり、地紋が入ってる着物ばっかりで、地紋がなくて本当の無地っていうのはあんま見ない気がする。よいしょ。手がね、いつもね、ちょっと短くなったからやめよう。もうちょっと長くしよう。巻き直し。この動画を多分動画アップロードするのは明日か明後日になるかなと思うんですけど、よいしょ。動画ね、
撮るのはいいんですけど、こうやって着替えて喋りながら、それはいいんですけど、編集するのがめんどくさくて、編集って言っても全然大したことはしてないんですけど、あの前後のこのカメラいじってる部分をカットするだけなんですけど、それの何がめんどくさいって、あの書き出しアプリで編集してカットした状態のあの動画をもう一回新しいデータとしてスマホに入れるっていうのにすごい時間がかかっちゃうんですよね。それがね、時間かかってめんどくさいです。そう、そのデータを書き出してる間はスマホで他の作業ができないので、うん、それがね、もっと早く書き出しができたら嬉しいんですけど、どうしようかな。三つ折りぐらいかな。三つ折りじゃちょっと短くなるかな。二つ折りだと長い気するんだよね。あ、二つ折りでいいかな。そんなもんか。はい、今日も帯が余ったのでタレ作って Y の字にしました。はい、これで靴ぐらいか。そう、もうちょっとね、私あの以前図書館で見たこの部分、手の部分がシュッとなってる貝の口がね、いいなって思って最近好きなんですけどね。で、帯締めしよう。帯締めは青がいいかな。どうしようかな。紫にしようかな。青にしようかな。いや、このマルチカラーの帯締めします。あんま目立たないかな。この帯が結構細かい模様が入ってる人なので、帯締めもなんか細かい模様チュチュチュって入ってるようなんだと、まあいっか。あいて、コーディネートのとかもうあんまり考えてない系の人間なんで、なんか変。帯をしっかりまっすぐ巻くって難しいですよね。下線がいまいち締まってないし、まあ帯はねくっついてればいいと思ってるんで、お太鼓も落ちなければいいと思ってるんで、一時期お太鼓してたんですけどね、最近またやる気がなくなったのか、お太鼓してないですね。私を帯板も最近してないですね。私帯してるだけもいいか。最初だって動画始めたのが1ヶ月前ですけど、最初の動画のサムネイル帯しませんだったしね。帯しませんってなんか着物舐めてんのって感じですよね、今思うとね。一発目の動画から帯しないって、まあ、これからも帯しなくなると思います。特にね、夏になって暑くなってくるともう帯なんてやってらんないって多分なっちゃうんですよ。可愛い伊達締めの結び方とかやらないんだろうな、多分。本当普通に伊達締め結んで終わる気がする。もしくは襟止めで終わらせる気がする。なんですけど、今日は帯をしています。帯する理由はね、ちょっとあの見た目以外 の理由がもう一つあるんですけど、それは、YouTube ライブで多分ねお話しすると思います。まあ、これ放送っていうか、アップロードするのは YouTube ライブ終わっ、 YouTube じゃないわ、インスタライブか、終わった後になると思うんですけどね。はい、そんな感じで2時からなるちゃんとお話ししてみます。そう、あの履物紹介コーナーを忘れていました。すぐそここら辺にね、あのちゃんと今日紹介するのこれにしようって準備してたのに、完全に忘れてバイバイってやってましたね。はい、そんなわけで今日ご紹介するのは、じゃーん、多分ね知ってる人も多いと思います、キシアのカレンブロッソです。これは普通のやつですね。小判型ですね。小判型でソールの高さ5センチとかあんのかな。ちょっとね、あのよそ行きって感じの見た目のゾーリです。で、カレンブロッソの特徴は穴がないんですね、スゲ穴が。なので鼻緒の取り替えができない。でもその代わり裏に穴がないので雨とかが染み込まないっていうことですね。カレンブロッソを履いてらっしゃる方結構たくさんいると思うし、多分皆さん同じこと思ってると思うんですけど、歩きやすいですね、やっぱり。
足への衝撃が下駄よりもやっぱりここの部分でねすごい吸収してくれるので、下駄よりもすごく歩きやすいです。足が疲れにくいですね。あとはもういろんなデザインの草履が売ってるので、もうね欲しくなったらキリがないたくさんなんかカジュアルに使えそうなものからフォーマルもいけそうなものとか、いろんな色とか鼻緒とか台のなんか模様とかがあってね、もう本当この草履だけでも破産しようと思ったら破産できるっていうくらいいろいろありますね。私はカレンブロッソ、これの他にもう一足あの足型のやつ、これ形がいわゆる草履の形してるんですけど、足型っていうのはどちらかというと、どちらかというとっていうか、あのビーチサンダルみたいな形してるやつも持ってるので、それはまた次回ご紹介したいなって思います。とにかくこれはあの歩きやすいです。そうですね、下駄よりはでも重さは感じますね。持った感じも重たいし、やっぱり木でできた下駄は本当に軽いです。軽いけど衝撃はやっぱり吸収しないので、長時間歩くとか長距離歩くっていうんだったらカレンブロッソですね。おしゃれしたい時はこれです、私は。でもそうですね、カジュアルに履く時はやっぱりこういう鼻緒の履き物よりはあの靴の形の方がどうしても動きやすさっていうのはあるので、本当の普段なんかゴミ捨て行くとかスーパーちょっと行くとかそういう時、自転車乗りますみたいな時は基本的にずっとタビリラばっかり履いちゃってますね。でもおしゃれしたい時はこれ、もうほんとこれ一択って感じです。洋服の時っておしゃれしたいなって思ったらどうしてもなんかパンプスとかヒールがある靴を履かないとなんか決まんないじゃないですか。可愛い服着ても足元スニーカーみたいななんかね、そういうのを履いてたら、まあ、スタイルによるけどちょっと綺麗めな格好してる時って合わないじゃないですか。なのでそういう時にヒール無理して履いてなんか歩いて足が痛くなったとか靴ずれしたとかっていう風になるくらいだったら、もう着物で付け下げとか着てこういう草履履いて綺麗めな格好をしたいなって、その方が足も楽だし、そう着てる自分も楽しめるし、不快な思いも足痛くなるとかもないからね。本当にこういう草履とかこう鼻緒の履き物って足に優しいなっていう風に思ってます。何言ってるかなんか分かんなくなってきたんですけどね。とりあえず草履はカレンブロッソおすすめです。結構履いてるけど全然底が削れてる感じもないしね、ここのあのカレンブロッソって銀色で書いてあるんですけど、それもね削れ、そこまで削れてる様子もないから割と長持ちするんじゃないかなと思います。小判型はあの左右のない履物なので、時々私は右と左を時々っていうか1日交代、1回交代で変えてますね。履いて出かけて帰ってきたらあの逆にしてしまってみたいな、そういう感じで履いてます。はい、そんな感じで今日の履物紹介でした。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。